農産物です。県は県産の桃の輸出拡大に向けて今年8月にタイで販売を促進するための店頭プロモーションを行う方針であることが分かりました。これは今日開かれた県議会の代表質問で佐藤副知事が答えたものです。タイにおいて7月の商談会に続き8月には観光セミナーや旬の桃の販売促進活動を行い、本県の観光の魅力と農産物の美味しさを現地の皆さんにしっかりと伝える考えであります。県産農産物の輸出量は昨年度過去2番目に多いおよそ319トンで、このうち桃は42トンと前の年からおよそ 1.8 倍に増えました。こうした状況や新型コロナの規制緩和を踏まえ、県は輸出の重要市場と位置づける東南アジアのタイで今年8月に県産桃の店頭プロモーションを行います。現地のスーパーマーケットなどで直接県産桃を PR することでさらなる販路拡大につなげていきたい考えです。